ね。そうですね、確かに言われたんです。ガチに心得てたし、今回のこのスピンオフが始まる前にも、ね、はい、見たんですよ。でもさ、ちょっと心配ですね。へー、考え直してくださいみたいな。で、ちょっとそれを無視して無視したり飲める前にちゃうやん。そうっすね。メイコのために飲もうんすか。いや、まあメイコがそれ見て喜ぶんすか。じゃあどうする、決めよう。言っちゃいなの。じゃないとあなたは成長しない。あなたは変わらないよ。稲葉シーンは何月何日からどうすんの。インスタグラムの成果を加速させるアイステップ稲葉シーンのトライチャンネル、よろしくお願いします。ということで、本日は2回目の対談というところで、なんと令和の虎でも最近急上昇の人気を誇っている島屋さんに来ていただいて、今日はなんか虎の2人でなんかいろいろと差し伸びで語り合えたらなと思ってます。正直島屋さん、僕プライベートではほとんどあまり喋ったことがなくて、令和の虎では結構仲良く話させていただいてるんですけど、あえて今回令和の虎の虎という共通点があるので、ちょっと虎のになった背景とか、今虎になって今どういうことを今意識されてるのかとか、そういったところをいろいろと聞いていけたらなと思ってます。多分島屋さんもうそろそろ到着するってことだったんで、島屋さんをちょっと待っていたいなと思います。それではお楽しみに。お疲れ様です。島屋さん、今日はお願いします。お願いします。初めてですもんね。いや、本当にそうなんですよ。ゆっくり喋るの、はい、ここに収録で5分ぐらい喋るぐらいで、本当そうですね。ちゃんと喋ったことない。なので今日島屋さんにオファーしたのも、うん、今日しっかり話したいなと、おいうのは率直に思って、嬉しい。いろいろと今日は話していきたいなと思うんですけど、ね、結構お酒飲むイメージあるんですか。そうなんですよ、飲みますよ。今もう5杯飲んできたんで。あ、そうなんですか。もう2次会ですか。2次会拍手のハイボールでお願いします。いや、僕も同じで。あ、飲んでないですね、まだ。もう飲んでないです。あ、オーケーです。はい、全然大丈夫です。今日はあれですか、大阪から仕事があって、そのためにできる感じですか。あ、でも僕も今日、あれです。事業再生の虎で。あ、はい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 。あれで、先に取ってきたの。あ、そうなんですか。そう、4時から。どうでした事業再生の虎は。まあ、事業再生って言われるぐらいなんで、赤字の経営者とかそういう人だったんで、はい、ポンコツが多いんで。あ、やっぱそうなんですか。そういう人たちを応援したいなって思うし、なんかそういう人らを見るとこう、ね、スイッチが入っちゃうんだ。なんか島屋の養成所っていうのがありますからね。困ったらもう志賀屋さんにも預けるみたいな。志賀屋さん、志賀屋さん。だから僕いつも令和の虎の収録の時に、はい、収録来たらオンラインサロンやってるので、はいはいはい、そう、収録終わった夜はサロンメンバーがオフ会やってるんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、なんかなかなかその虎の人たちと飲みに行くこともないし、まず誘われることもそんなないんで、だから今日初めて井上さんが誘っていただいて、いや嬉しい、嬉しいです。でも結構桑田さんとか島屋さん大好きでよくプライベートに行ってます。そう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 。でも桑田さんとも飲みに行ったことないでしょ。え、なんか意外ですね。そう、誰とも飲みに避けてるわけじゃないですよね。え、誰が虎メンバーを避けてるわけじゃないですよ、ね、あ、わけじゃないです。もう忙しくて、まあ、誘われたら行きたいなとは思ってるんですけど、ただすごいじゃないですか飲み方が皆さん。そうですね、うん、でも結構分かれてますよ。がっつり飲むメンバーと、うん、なんかちょっくら飲むメンバーとかで結構分かれてるんで、ね、うん、島屋さん結構こっちのグループに入れそうですけどね。どっちグループ。もう林グループというか林桑田グループの方にがっつり飲むタイプね。お姉ちゃんの店あんま行かないんですよ。あ、そうなんですか。まあ、そういう、まあ、家族もいるんで、はいはいはい、でスタッフたちも言ってるんで、僕はそういったところにお金使うよりもあなたたちに投資したいっていうのを言ってるんで。じゃあ林さんとかは社員とかに使わずに女の子に使ってる。そう。あれを見ると稲葉さんもそうだ。怒られとったね。そうですね、確かに。岩井さんにガチで怒られとったし、今回のそのスピンオフが始まる前の怒られてますね、はい、見たんですよ、ダイエットしなさいと、はい、あなたは本当に心配だって言ってたんですよ。そうですね、毎晩飲みに行ってる。びっくりしました、僕の心配のコメントで500コメントとかもあって、ね、そうなんですよ。なんかさ、仕事心配ですね。考え直してくださいみたいな。で、ちょっとそれを無視して、強行突破してやったら、最近はすごいアンチが増えまして、今も全然痩せないと。言ったことに説得力がない。ああ、いいね。なので、結構最近は、アンチ多めで我慢です。いいじゃないですか、いいじゃないですか。なんか中途半端って言われてるんですよ。そう、よくご存知ですね。いや、僕結構見てるんで、トライチャンネルも見てるんで。嬉しいです。もちろん。あれ、この前なんか勝手に。僕の画像使われて、
デートしたい。もっと同票だったんですよ。で、やらせや。違う違う違う。やらせや。全然やらせじゃないです。ちょっと、いやでもなんかめっちゃ嬉しかった。あ、ちゃんとなんか姉妹のこと気にかけていただいてるなと思って、ありがとうございます。で、正直姉妹さんのもっと距離が近づけたら、もっとトライチャンネル出てほしいなと思っていて。うん、でもトライチャンネルでしょ、これ。あ、トライチャンネルです。最近ちょっとユージさんとかお呼びしたりとか。そうなんですか。はい。姉妹さんもなんか、新トラっていう枠にしてしまうとなら申し訳ないですけど。新トラって、だって青さんより後っすね。あ、そうなんですか。青さん、森リッチさんより後っすね。てかまず、令和のトラに出たきっかけってなかったんですか。ノリっす。あ、ノリなんですか。そう、ノリっす。完全に。誰かに声かけられたんですか。最初は、フランチャイズチャンネルに出たいなって思って、はいはいはい、で、フランチャイズチャンネルに申し込んだんですよ。あ、はいはい、志願者。そう、志願者です。ほんなら、林さんのあの、ポーカー事件があって。あ、あの時期ですね。そう。はいはい、はい。で、そっから連絡なくなって。はい。で、そっからしばらくしてから1年後ぐらいに、いきなりフランチャイズチャンネルから、はい、よかったら出ませんかって。で、僕らも、いや、まあ、別に出なくてもフランチャイズ増えたし、はいはいはい、ええんちゃう、まあ、別に出ても出んでもどっちもええかなっていう話したら、そのフランチャイズチャンネル側から、まあ一旦お茶でもしましょうみたいな話。はい。で、大阪で林さんと、伊藤さんと僕と、あとうちの部長で、4人でお茶して。はいはいはい。その時に林さんが、うちは面白いね、みたいな。はい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 。リモートの出ればいいじゃんってなって、そこからだったんですね。そうそうそう。そっから、たまたまタイミングよく岩井さんが新トラ募集しますっていうのがあったんで、はいはい、ノリで申し込んだら、それが通って。そうそう、通って。そっからなんで、だから、去年の8月なんで、僕、新トラだったんだ。はい。本当最近ですよ、最近ですよ。で、僕が今年の2月なんで、セナさんとかと、そうですね、同期みたいな感じになるんで、新トラじゃないですか。おい。でも、確かに、なんかトラメンバーと本当に言い方あれかもしれない、うん、つるんでるイメージが全くなくて。ないですね。特別プライベートとかに仲いい人とかいるんですか。いないです。あ、いないですか、はい、これ意外ですよね。島屋さんのキャラクターだと、うん、なんか一緒に飲んだりとかワイワイしてそうなイメージもあるんですけど。いや、飲みに行かないです、そもそも。あー、それが一つ大きな理由なんですかね。まあ、子供が4人おると、はいはい、まあ、家族が大好きなんで、はいはい、まあ、家のために帰ろうっていうのと、はいはい、あと、まあ、昔は飲みに行ったりしたんですけど、はいはい、やっぱなんか別にビジネス広がったわけでもないし、自分のブランド力が上がったわけじゃないし、めちゃめちゃいいパパじゃないですか。そう、まあ、会社のためにもね、で、会社のスタッフにも言ってるんで、うん、もうそのお姉ちゃんに使うぐらいやったら、そりゃ、明日の正面になるぐらいやったら、確かに、みんなの給料上げろわっていう感じで、はいはい、僕はでも林さんとかにお金は使った分だけ入ってくるって教えてもらってるんですけど、それ洗脳なんですよ。あ、洗脳ですね。いつの間にか僕は洗脳されてるのかもしれないですね。でも、なんていうの、その令和の虎の虎の人たちで、家族いる人って、まあ、ぶっちゃけそんな多くないのと、まあ、もしかしたらいるかも分からへんけど、それを前面に出してる人っていないじゃないですか。はいはいはい。僕はそれ前面に出してるし、はいはいはい。なんか、自分をキャラ被ってやろうと全く思ってないから、その自分を出そうと思ってやってるんで、ね、ストーリーとかも、こう、包み隠さず。逆に楽しいことは何なんですか。お姉ちゃんにお金使って何が楽しい。最近はですね、うん、でもなんかお姉ちゃんというよりも、うん、僕は結構なんか林さんとか、うん、結構上の人たちと仲良くするために結構夜の世界に行ってたっていうのも一つありますね、うん、なんかこの前見たら、はい、あのコールが50個ぐらい、100個あるんですか。100個あるんですよ。これもともと僕職業で、うん、サラリーマン時代に広告代理店にいたんですよ、うん。その時なんか僕飲み会担当で、はいはい、お客さん来たお客さんを楽しませる。ああ、なるほど。そのなんか手遊びも兼ねて、ちょっとコールとかやったら、すごくなんかそれが喜ばれて、じゃあ自分でコールとか作ってみようと思ったら、コールマスター。自分で作ったんですか。自分で作ったんですよ。すごっ。はい。で、いろんな全国からコール仕入れて、まあ、東京で流行らせるぐらいで、結構僕20前半の時からずっとそれやってました。へー、すごいっすね。なのでもちろん女の子は好きなんですけども、うん、どちらかというとなんか全く尊敬できなかったりとか生産性のないような人たちとわしゃわしゃお酒ばっか飲むみたいなタイプではないんです、実は。絶対嘘。でもそうそう、僕もダイエットしないといけない時期がやってきました。言うてるだけや。いや、さすがにですね、ちょっとここまで、ダイエットしないキャラを守るというよりも、
ちょっと最近はちょっと見返してやりたいなという。おお。誰を見返したいんですか。もう視聴者ですよ。おお。はい。もうなんか僕関係ないのにみんなが太ってるとか書かれるんですよ。まあ、関係ないのに。僕が別に太ってるネタとか動画で取り上げられてないのに、うん、みんなが太って痩せないとか、うん、めっちゃ書かれるんで。もうそれしゃあないんです。太ってるから。いや太ってること認めてますよ。そんな僕あれもう自己分析できてないわけじゃないですけど。ちょっと頑張んないといけないなと思います。おいくつでしたっけ。31です、はい、で今100、まあ、135キロとか、まあ、100キロ超えて何年ぐらいだったの。実は100キロ超えたの26歳ぐらいです。おお。なんでここ5年ぐらいでパフォーマンス。じゃあお願いします。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 うん。写真見とかしてるんですか。YouTube では撮ってないでしょ。いや、YouTube はあまり撮ってないです。ね。なんか一応トライチャンネルは、なんか今いろんなことちょっとチャレンジしようと思って、うん、はいはい、コメント見てると、うん、なんか結構もうテキーラ飲みまくってベロベロになって、ぶっちゃけ話するみたいな、先週あげたんですよ。へぇ、まあ、それはめっちゃ面白いっていう人もいれば、うん、なんかこういうとこ見たくなるっていう人もいたりとか。へぇ、なんか本当に、なんか今 YouTube の方向性はいろいろ定めてる最中ですね。へぇ、はい。で、定まったんですか。いや、まあ、一応もともとの目的は、まあ、SNS 版をやってるんで、うん、まあ、SNS 版が前半が令和の虎の、うん、後編が僕のチャンネルなんで、うん、まあ、その時後編に来たその視聴者が、まあ、虎の新しい面を見てもらうっていうので、うん、僕の YouTube 楽しんでもらえたらいいなって、うん、一応立ち上げたチャンネルなんですよ、うん、なので一応そのメイン虎の方々がめっちゃ YouTube やってる中で、意外とこの新トラメンバーって、ここではやりながらも、なんか断絶が全然されてないみたいなんで、なんかこの新トラでメイントラを倒しに行くとか、ある意味良かったです、僕見ましたね。あ、本当ですか。林さんの回に。あ、嬉しいです、嬉しいです。すごい便利なんです。で、実は明日もこのハッピーさんのコラボがあって、来週はドラゴンの娘さんで、桑田さんとのコラボがありまして、それ差しで。これはですね、一応企画で言うと、新トラがメイントラを倒しに行くっていうので、うん、まあ、企画をいろいろと持ち寄ってやるっていう感じですね。負けてへんやん。柴田さん呼んでよかったんですか。呼んでくださいよ。本当ですか。こんなこと言ってくれたらめちゃめちゃ嬉しいですけど。はい。呼ばへんのかい。いや、嬉しいだけだ。全然呼んでいいんですか、本当に。いいですよ。ね、2点合うやつ全然行きたいです。いや、皆さん聞きました。これがトライチャンネルもしかしたらレギュラーとして出ていただけることに、ね、本当嬉しいです。はい。一応 J2 らしいんで。ねえ。林さん曰くトライチャンネルは、J1 の人たちが降格すると。ねえ。で、なんかこれからトレードも行われるらしくて、そうなんですね。メイントラはトモハッピーさんがいらないらしいんですよ。なんで J2 から青さんとセナさん出して、ああ、いいっすね。交換しようとかって言われてるんで。もしかしたら島津もすぐトレードされちゃいそうで。いやでも東京の人だよね、はい、盛り上がってる感じやなって僕は思ってるんで。まあ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 。でも島津もやっぱりラーメン屋のなんかその改善とかいろいろ YouTube に上げられてると思うんですけど、うん、発信しようと思ったきっかけとかなかったんですか。ノリです。ノリですか。これもすごいですね。基本全部ノリなんだ。いや、なんかノリの割にはめっちゃクオリティ高いなって思うんですけど、まあ、でも僕はいつも何かするときは絶対コンセプトシートっていうのを作って、まあ、メインターゲットが誰でどういうテーマでやってどういう、チャンネルにしてとか、まあ、まあラーメンにしてもどういう商品を置いて全部決まってるんですよ、うん、音楽も決まってるし制服も決まってるし文字のフォントも決まってるんですよ、うん、筆文字でいくのかその明朝体でいくのかとか全部決めてやるんで、はい、そういうのめっちゃ得意なんで、それが組み立てるから逆にブレないですよ。うん、だそれがないままチャンネルやってるじゃないですか。だからブレます。だから会社で言うと理念がないんですよ。なるほど、ね。僕は理念があるし、もっと言うと理念経営をゴリゴリやってるんで、会社のビジョン、ミッション、アルバイト、パートさん、全員います。うん、それぐらいまで僕は経営に対しても、コミットしてやってるし、だから林さんと岩井さんから言われたのは、芝居すごいねって言われるんですけど、もともとは、濃度計で測るしかなかったりするって言われて、なんか言ってましたね。飲食店のことしか喋れないみたいな。そうそうそう、最近はすごいねって言われるんですけど、はい、でも経営にはすごい自信あるんです、はいはい、経営者としてやっぱ苦労も主義だし、だから経営のフィールドに持っていけば、うん、どんな志願者であっても喋れるかなと思うんですけど、うん、そうそうそう。でも稲葉さんも人生の
ミッションって何なんですか。熱い話になってきましたね。僕はあるんですよ。はい、何ですか。僕は人の役に立つために生きるっていうのを言ってるんで、それがスタッフにも伝わってるし、もっと言うとお客さんにも伝わってるし、家族にも伝わってるんで、パパは人の役に立つために働いてるんだよ、人の役に立つためにラーメンやってるんだよ、人の役に立つために YouTube で発信してやってるんだよっていうのは全員に浸透してるんで、それがなんか井上さんもよく見えないみたいな。ご覧チャンネルっていうのがよくわからない、よくわからないっていうのは J2 って言われてますからね。確かに。でも J2 やったらいいじゃないですか、そんなんいじられることない、いじられるだけいいじゃないですか。でも確かに今言われてドキッともしたんですけど、なんか僕は最初にビシッとビジョンとか決めてそこに向かって走っていくっていうのはもちろんその通りだと思うんですけど、なんかとりあえずやってみようみたいなのが非常に強くて、なんかこうやってやりながらYouTube のやりたいことの本質とか見えてくるんじゃないかと。なので僕って結構やってきたことが詰まった点と点でつながって、なんか自分のやりたいことに向けてるってことが多かったりするので、なのでこのアイステップもインスタグラム業界変えるって思いでやってますけども、だからインスタグラムだけで自分の人生良くしたいなというか、そういうわけでもなかったりするんで、で僕はやっぱ根本的に頑張る理由みたいなのは、実は結構僕あの24歳の時にお姉ちゃんを僕病気で亡くしてまして、でそれが井戸川さんが何歳、僕が24です、ただ姉が27。ああそういうことね。で脳腫瘍という病気で亡くなってまして、で姉には2歳の子供がいたんですよ。で今僕にとって姪っ子なんですけども、あそれがちょいちょいインスタで上がってる。そうなんですよ、実は。そうなんや、そういうことね。で僕は結構姪っ子のその、なんかその時の出来事が本当人生ってなんか当たり前じゃないなと思って、なんか姉の分もやっぱ僕生きないといけないですし、姉が残してくれたこの姪っ子を幸せにすることが僕の人生で一番考えられないことなので、なんか今姪っ子にもう本当に独立してから毎月仕送りしてたりとか、まあそういった姪っ子を幸せにしよう。仕送りしちゃダメだよ。あ、仕送りしちゃダメですか。金の稼ぎ方教えな、お前。確かに。何歳ですか。10歳です。あ、オーナー教えな。あ、もう教えてった方がいいんですかね。僕教えてます。もうすでに。そう。この前も、はい。僕の会社の近くの小学生の先生が姉妹のファンやって、はい。なんか授業してくれって言われたんで、小4、だちょうど10歳。はいはい。の子供たちに金の稼ぎ方を教えました。まあ、魚を渡すんじゃなくて、釣り方を教えるみたいな。釣り方を教える。ああ、いいですね。で、最終的に、うちのカフェがあるんですけど、そこのカフェで、はい、屋台させて、稼ぐんですよ。で、小学生。めちゃめちゃいいですね。みんな来て働いて、はい。売り上げが8万ぐらい上がるんです。みんなめっちゃ喜んで。確かに。低学年からしたら8万円って相当高い。だってあなたたちは消費することしか知らないでしょ。うん。稼ぐってどういうことか分かるんですよ。はい、はい。価値を提供しないとダメなんだ。めちゃめちゃいい教育じゃないですか。なので僕は結構そのメイクの存在みたいなのが僕もすごく実は原点になってて、せやでほんまや、はい、そこやで。そうなんですよ。飲んでる場合ちゃうやん。そうっすね。メイクのために飲もうんすか。いやまあメイクがそれ見て喜ぶんすか。まあ確かに喜ばないかもしれないですね。じゃあダメじゃん。ブレブレやん、やばい、負けてる負けてる、ブレブレやん。いや、やけどしそうですね。いや、まあ、確かにそうですね、本当に。でも、そういう考え方をしないとダメです。はい。で僕は、目標としては、目標で、僕の人生のミッションのもう一個あるのは、僕の組織に5万人呼びたいんですよ。5万人ですか？甲子園球場いっぱいにしてるんですよ。ピッチャーマウンドでこうやって死にたいんですよ。5万人を。そう。ほんなら、どう思う？子供。僕の4人の子供は。パパすごいってなるでしょ。すごいです。リアルで見たら甲子園球場パンパンっすよ。はいはい。それ見たらリアルでビビるでしょ。うん、間違いないですね。っていう死に方したいなと思うんで、ってなった時に、どうしようね。あら、こう飲んでるおっさんが、はい、誰が見とってくれんねん。なるほど。僕はだから生き様よりも死に様をね、かっこよくしたいなと思う。僕はそう思うのは、まあ、自分が亡くなった時に自分の人生っていうのを映画として見た時にめっちゃ面白い人生でありたいなと思うので、うん、面白い、自分だけ面白かったんでしょ。いろんな人に見てみますって、もちろん、はい。なんでそういうなんか自分の人生を描きたいなと思いながら、なんか今は本当まあ31だからとかいうのはあれですけども、いろんなことにチャレンジするのがすごい好きで、うん、なんでもっと僕もラーメン屋とかめっちゃ興味あるかもしれないんですけど。絶対言わせない。言わせないですか。言わせない。
そういうノリの人は加盟させへんからダメなんですか。ダメなのでなんか、まあ、僕自身がやるというよりもなんかどん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 いろんな会社の経営とか携わって、まあ、経営者としてどんどん成長していきたいですし人間の集めのどんどんじゃあ魅力が集まる経営者になる。いや本当そうっすね。じゃあ自分の部下、はい、もっと言うとね今日来てるさん、はい、含めてみんながみんなが担ぎたいと思わせないとダメじゃないですか。そうですね。だからやっぱ見られてるんですよ。だから岩井社長も心配するんですよ、はい、僕もだから岩井社長の案で見てあもうその通り。じゃあどうする、もう決めよう。いいっすね。決めよう。なるほど。決める。決めよう。決断とは決めて立つこと。そう、何を立つの。言っちゃいなの。じゃないとあなたは成長しないよ。あなたは変わらないよ。何を立つの。これめちゃめちゃあれですね、考えちゃいますね、まあ、考えてる時点ダメなの。なるほど。損得感情で動いてんの。アイステップをやった時用に、はい、直感でこれが面白い、俺今の俺にこれが不必要だ。今の僕には朝まで飲むと言ったお酒だけの楽しみはいらないんです。おってことは稲葉慎は何月何日からどうすんの。そうじゃないと痩せない。確かに。まずそのお酒に関してはもう一時以降飲まないんです。ね、それ中途半端。うわぁ中途半端って言われた。中途半端やん。ダメっす。そんな原始誰がついてんの。じゃあ分かりました、キャバクララウンジ立ちます。おぉ一つ、ね、はい、僕には確かに必要ないです、うん、あとはですねダイエットですね。もうそしたら次はもういつまでにそらそうやん、未来の梅川さんのためやん。はい、あんたのために言うとんやん。ありがとうございます。もうこれは明日からです。あ、今からです。明日やろうはバカ野郎。そう、じゃあそれするために、それを達成するために何をしなの。ダイエットを達成するためにまず運動ですね。運動をするために何をしないの。毎朝朝早く、まず無理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 、そんなそんなぬるいぬるい。やっぱ運動大切なんで、うん、1ヶ月で、うん、100キロ歩きます。違うの。でみんな言うの。はい、それがいけてない芸者なんです。みんな目標を持って、あ、俺毎日100キロ歩いたらこうなってるっていう想像して終わって、はい、今日終わって明日帰って明日朝起きたらまあいいかってなってるんですよ。だからこの体験なんですよ。わかる。うわぁ刺さる。田中さんとこも行ったんでしょ。行きました。ボクシングジム、あの、はい、格闘技ジム行ってます、ね、続いてないでしょ。1ヶ月1回しか行ってない。ほら見てみんな、それやからな。なるほど。何本払ってるんですか。月1万5000円ぐらいです。安いよ。それ田中さんとこにとりあえず200万払う。月100万どれぐらい何本使ってるんですか。数百万も使ってます、ね、でしょ、はい、100万円田中裕二さんのところで払う。払ったらどうなるんですか。いかなしゃあないじゃないですか、うん、もったいないですね。でもっと言うと田中さんとアポイントって言うんですよ。はい、毎週何曜日何時から何時間一緒に、うん、これアポイント取ったらぐちるん嫌でしょ。嫌です。嫌です。自分の信用貯金が減っていくでしょ。はい、田中さんの貯金怖いでしょ。そう、嫌です。だからそういう環境を自分から身を置くんですよ。お姉ちゃんの店も確かに。まあ、自分のお金ではいかないっていう感じで。俺はまだそうなの。あ、でも、まあそうっすね。そんなやから付き合いとか、ないっすか。ないよ。そんなとこで付き合うビジネスで、発展したことある俺ないね。お姉ちゃんの店行って、そこで話して、まあ、お姉ちゃんの店で。そんなもんよ。そこでビジネスが広がるビジネスは、そんなもん。なるほど。うん、ほんまに、いいビジネスやったら、別に飲みに行かんでもビジネス広がるねん。なるほど。僕、ランチェどうなったの飲みに行かないですよ。うん。亀井店さんと飲みに行かないですよ。うん、うん。じゃあ、今日中にどうするのかっていうのを島田さんに報告します。LINE 出ます。いや、俺はよ。そしてなんか、100キロ話していっぱいあるから。いやいや、送らせてくださいよ。平和と知らん。言った責任取ってください、本当に。最後まで。なんでやねん、なんで俺が。トライチャンネルの一員じゃないですか。急に急に
さっき言ってました、言ってたじゃないですか、人を大切にするとか、周りの人が喜んでくれる仕事をやる。ちゃんとやんねんって言う。やりますよ。でももっと言うと、岩井さんの約束もぶちってる。そんな人は信用できる。人間は何度だって立ち上がれる。今確かに一回落ちましたけども、いや、すいません、正直に申し上げます。うん、ちょっと、なんか痩せないのも面白いかなって思っちゃいました。それが前や。よくなかったです。じゃあ、とりあえず僕のお弁当を今後見てくれるってことで、いいですか？え、なんでですか？知らんよ。ちょっとやめてください。いやいや、いや、そんなに買おうもん。今いっぱい、困ります。ちょっと面倒見る。今日は面倒見るっていうまで僕は足から離れない。別にずっとおじがりつきます。別にいける。あのいけるだろうから。いやいやいや。そんな暴力しないでください。だからこれから島谷さん、僕のことを健康とか、一員の経営者としてちょっと、まあ、虎仲間ということもあって、応援してくれるということで。まあまあ、応援してます。はい、嬉しい、はい。ありがとうございます。こんな流れになると今日持ってなかったんですけど、僕めっちゃちっちゃく映ってますね、大丈夫ですか？めっちゃいい。いやでもいいよね。めっちゃいいです。はい、ほらまだ自分がどう見られるかばっかり考えて。いやお姉ちゃんと一緒に、お姉ちゃんどうやって自分はいい風に見る？はい、師匠、俺はどうやっていい風に見られる？うわもう三流。本当に虎ですか？めっちゃ気持ち悪い。もう霊夢のトラ以上にいけるでもこれからいろいろと僕も面倒見てくれるのででも島さんでも今日 SNS 版の実は収録があってそうなんですよ、ね、実はなんか僕も知らなかったんですけど一人なんか紹介してくれたんですよ小さくそうなんか番組上ではなんか黒幕みたいなのがすごく怪しく言われてたんですあそうそうそうはいあの方めっちゃ面白かったですチャーミーさんチャーミーチャーミーですやばいチャーミーさんとか、またなんか3人とかで話せたら嬉しいですね。今日おるんで、呼びましょう。本当ですか？もちろん。近くにいるんですか？いますよ。すぐ近く。